はい、あと今日ジャケットも背中にシナノ坊やのプリントが入ってるんですもうズブズブですね助成金裏でめっちゃ応募しまくって、はい、そういうのでこうヒリヒリしながら絶妙なバランス感覚でここに立ってます。というわけでじゃあゲストをお呼びさせていただきたいと思います。はい、アーティストの東條慎之介さんとヤンツーさんです。どうぞよろしくお願いします。お二人にはもうすでにミートアートでも、はい、あのピックアップアーティストとして紹介させていただいてますが、改めて、はいはい、プロフィールお願いします。はい、東條慎之介さんです。自身の心象風景や無意識に見えてしまう虚像を金属板や工業製品の表面に大小の傷やサビなどを施すことで具現化した作品を手掛け、現在は幼少期のイマジナリーフレンドであり最初の造形物であるシナノ坊やをモチーフにした作品も発表され注目を集めています。次にヤンツーさんです。デジタルメディアを基盤に行為の主体を自律型装置や外的要因に委ねることで人間の身体性をあぶり出し、表現の主体性の問う作品を多く制作されています。文化庁メディア芸術祭アート部門にてセンスレスドローイングボット賞が15回で新人賞を、アバターズが第21回で優秀賞を受賞されるなど期待を寄せられるアーティストのお一人です。シナノ坊やの呪縛はもうその後いかがですか？いや、なんかひどくなる一方さらに深みにそうですね、日に日にどうしようみたいな強くなります。今回シナノ、でもシナノ坊やは坊やはあの真ん中に、あ、これですね。そうです、そうです、はい、真ん中に一個、うんうん、これだからシナノ坊やってもうわけわかんない人全然わけわかんないと思うんですけどね、東條さんもともとね、その鉄製のボードにこう、はい、グラインダーで削って、グラインダー、ね、そうそう、で巨像とかを生んでたんで、ね、まあ、それがスタートなんで、ね、それがスタートで、それがとても人気 で、はい、人気で、その後どうしようかって言ってた時にシナノ坊やに、そうですね、幼少期に作った人形ですよね。人形ですね、うんうん、そこから何かが、何かが、ね、始ま、第2章が始まって、はい、何なんだろうみたいな状況が今ずっと続いてる、はいはい、前はやっぱアートに対して、まあ、外見外見というか外交的に、うんうん、あの表現を発表してたんですけど、はい、どちらかというとなんかその、まあ、内向的な部分もすごくあの作らなきゃなっていう意識になっていったので、うん、まあ、それで今回のこういう作品につながってくるんですね。うんうん、まあ、これも、まあ、2つの絵が、うん、あの両方のあのこの三角形になってるんですけど、はいはい、両方に描いてあって、ね、断面がこう、はい、ね、ギザギザしてますね。でその、まあ、描いた絵が、まあ、反射して映り込みが生まれて正面から見ると一枚の絵になるんですよ、うんうん、なので実像と虚像がお互い助け合って存在しないと一枚の絵にならなくて、うんうんうん、なんかそれってすごくなんか自分っぽいなってところもあるし、そのまあシナノ坊やの、頭の中にあった存在と実際に出てきた時の、はい、なんかハレーションみたいな、はい、そういうのもすごく近かったんで、うん、まあ、そういうなんか自分の心みたいのが、まあ、この画面に出せないかなってことでやってるんです、はい、うんうん、でこの真ん中のやつはその実像、虚像のモチーフが坊やになっているということで、うん、はい、あと今日ジャケットも背中にシナノ坊やのプリントが入ってるんでもうズブズブですねそうなんですよ、もうだから結構なんか他のアーティストには、うん、え、大丈夫なのみたいなキャラクタービジネスそうだから、まあ多分そのうち自分は着ぐるみを着出すんじゃないかな新しい、まあ、そしてヤンツーさんは、まあ、そのだからお二人はもともとやってた活動から一個すごく転換して今また改めて活動されてる二人のアーティストという印象が僕はあるんですけど、まあこの最も遅いラジコンを作る選手権みたいなとこから派生した作品、このこれもミートアートの方で紹介させていただいたんですけど、これ売れました？あ、こっちは平面の方は売れてないんですけど、あ、まだある、こっちは、あ、売れました、初日にね、はい、売れました、ちょうど目撃したんですけど、はい、こっちはこれは、まあ、全然あのドアです、ね、車のドアなんですけど、僕と息子の会話が、あの流れるんですけど、まあ、過去作のインスタレーションの一部みたいな感じを今回出したんですけど、車つながりで、はい、未来の車についてみたいな会話がなあの展開されるんですけど、はい、喋ってる時に作ってたレゴがこれだったりするんですよ。このレゴを作りながら、はいはいはい、
僕はこのレゴで、なんか未来の車を作るんだとかつって、うんうん、作れるかなとかつって、うん、もっと未来派とか、うん、あの美術の流れの中であの美術あ未来派ね未来派の話とかいろんなその組作品になったインスタレーションの中の一部なんでこれだけ切り取ると、うん、めちゃくちゃエモーショナルでスピリチュアルなんですけどまあでもすごい自分では気に入っている、はい、作品です。お二人はどれぐらいのその関係性なんですか。年に、まあ、こういう場 で, あ, で、ね、あったり、はいはい、たまに飲み会に、まあ、あったりみたいな感じで、まあ、アーティストってなんか作ってるものは、まあ、もちろん見えてるし、はい、そこから受けるものってなんかそれをなんか補足するような感じでやっぱあって、うんまあ、そういうちょっと、まあ、今生きてるアーティストだからこそ、うん、なんか交流できるとかコミュニケーション取れるようなことが大事だと思うんで、うん、ヤンツー君ともなんかそういう意味では最初にその話ができたんで結構なんかすんなりその後、まあ、いつ会っても、うんまあ、普通なニュートラルな感じで会えるっていうか、うんうん、なるほど、まあ、お二人はそういうキャリアを一個作った後それを一度もう一度こうなんていうか再構築を今なんていうか狙っなんていうか自分の中でですよね、うんまあ、それもそれこそまさにセンシティブな問題だとは思うんですけどヤンツーにはこういうものを期待していた東條慎之介にはこういうものを期待していたっていうそのイメージと今そのやってることに対してのギャップってもしかしたら見てる人にもあるのかもしれないしなんかその辺のこう立ち方みたいなのって今どういうこう感覚を持ってらっしゃるんですかねお二人は。そんなに意識しないですよね。でもまずはやっぱり東條さんも収録のあの動画の中で言ってたように自分が本当に興味あることに、うん、あの素直にうんアプローチできるようになったっていうふうに言ってた、うんまあ、どんどんそうなっていくと思うんです、うん、作家って、うんうんうん、なんか美大に入る時もかなり紆余曲折で結局小論文とかで入ってるん で,、うん、で予備校時代もちょっとプロダクションに入ってて何プロダクションって あれですあの言い方が 役者系のああマジそうなんですよ、でまあ、すごいちっちゃな事務所で今ちょっと大きいんですけどよく出ますけどそこでなんかその時映画監督にもなりたかったん でカメラワーク見ながらちょっとエキストラ の仕事しながらみたいな、うんまあ、結構なんかその時代時代でなんか自分が本当にやりたいものに対してまあ、やろうみたいなあんまりカテゴライズされてる気もしてなくて自分の中ではなんか結構今回もこうやって作風が変わって、はい、出してた全然分かんなかったって人もいるしでこの前もちょっと陶芸の展覧会やってたんですよ。陶芸器ですね、はい、あ出展されてたってこと。あそうです、あの個展で自分でやってた。あ個展でなるほど。なんかだから結構自由になんかやっていて、まあ、その中でたまたまそういう防火展とか、うん、そういうアカデミックな評価を受けたっていうだけで、うん、大学が学芸員取れる科だったんで、あ芸学の科だったんで、なんかもうなんかそうなんですちょっと3万っすね、まあ、そうもう広く浅くいやマジでもうちゃんとしてみたいな感じでもまあそのある種そうやっていろんなこう自分の今ある興味にまあ基づいて行動していく中で生活は今成り立ってはいるんですよね一応ね、はい、生っぽい話でそうですね。いやでもまあそういうのも多分皆さん知りたいんだろうなと、ね、でもやっぱなんていうんですかねそのバランス感覚どうなんですか。バランスが大事。僕もなんか多分ヤンツー君の場合はそういうお子さんいたりとか、うんうん、なんかすごく守るものが多い気がするんですよね。ちょうどあの寺田アートアワードっていう、はいはいはい、コンペに、はい、ファイナリストに選出されまして、はいはい、今度1月に寺田倉庫での展示があって、はい、賞金300万円もらえてそれを制作品にして、うん、300万円です、はいはい、もうバーンって出てるんで一方でちょっと助成金裏でめっちゃ応募しまくって、はいでめっちゃ生の話してるやばでこれ通ったっていうのもあればはいはい、はい、もう無数にお茶のがいっぱいあってみたいなでそういうのでこうヒリヒリしながら絶妙なバランス感覚でここに立ってますそうこのバランス感覚はこのバランスで立てるのは俺しかいないと思う。なるほどじゃあどちらかと自分はなんかそう賢く生きてないんで、まあ、単純に作品を売って東條さんもすごい大きい作品作るじゃないですか。はいはい、一人じゃどうしてもできないってあるじゃないですか。大体できます。大体一人です。あ、そう。それこそ130メーターぐらいの橋の作品を作ったときに、
はあ、半年かけてもう基礎工事も自分で一人でやってやばまあだからね、そうなんですよ。それこそ今お二人の活動の仕方は、まあそのまあ、ある種対照的というか、まあ、その助成金獲得してそれをこうランニングコストにしてっていう、そういうやっぱ生き方をするアーティストというのももちろんいますし、まあ本当に作品だけを売ってというか、ある種ですけど、まあ愚直にそっち、それでそう、もしアートがなかったら何を、まあアーティストにならなければ何をされていたと思いますか。はい、まあ、デザイナーでしょうね。早っ早っデザイナーです。僕もともとそのグラフィックデザイン学科に、を受けて、受からなくて補欠で受かったのがたまたまメディアアートを学ぶ学科で、そんなことは知らずにメディアアートなんか面白い、面白くなっちゃったかもみたいな感じ でちょっとずつこうやっぱあの転がってって、今ちょっと現代美術の方に寄ってますけど、まあ多分自分もデザイナーとかやってたんですけど、はい、まあ、そこクビになってやっぱりなんか看板のデザインやってたんですけど、うん、なんかその白に白で印刷してなんかある夕日の一瞬だけそのあのサイドの感じでちょっとだけ文字が見えるみたいな、デザインとしてやっちゃいけないことや、一番やっちゃいけないことやった。めちゃくちゃ悪すぎる。そういうのをバンバン作ってたら全然もうやっぱクビになって、そうですよね。だから多分自分は、まあ絶対、まあ、アート以外だと多分料理人ですね。あ、お、間違いなく。なるほど。体に何か入れるって行為が結構すごく興味あるんで、うん、でアートもやっぱその目で見ているけどやっぱ体に一度入れてるもんだと思う、うんうん、でそれがどう自分の中で変容してアウトプットするのかっていう、でやっぱ食って一番分かりやすいじゃないですか、うん、味も分かりやすいし、はいはい、お腹下したりとか全部出るしとか、うん、そういう意味では多分料理になってたんじゃないかなと、うん、料理の経験と制作ってフィードバックあるんですか、その経験が生かされるみたいな。あ、でもそれこそこの作品じゃないですけど、うん、あのチタニウム使ってる作品は、はい、コカ・コーラ流して、ああ、そこに電気で着火してましたね、はいはい、そういう意味ではなんか飲みながらやあのコーラ飲みながらやった、そうですね、化学反応みたいなとこもありますよね。あ、そうですそうです、料理って僕もだから料理多すぎる言われたと思って、でも僕は、いやいや、はい、あの趣味なくて、はい、最近すごい本格的にというか始めたんです。あ、料理を、うん、でこれはあの仕事とくっつけちゃいかんと思って切り離してます、あえて。趣味の領域でこう、なんて言う、だからそういうその質問をその東條さんにされたってことはやっぱそのなんていうかすごいフィードバックが起こりそうな感じ。そう、起こりそうなんですけど、うん、これこの料理まで制作とかあの仕事に還元してしまうとやっぱり また趣味なくなっちゃうと思って。あ、でもこれ多分そのうち、これそのうちでも来るな、ぜ、ね、いや本当にでも趣味あります、だって。あ、趣味は陶芸です。でも売ってんじゃん。いやいやいや、でも本当にそれ趣味って言わないですよ。この前もあの貸し画廊で自分でお金出して小さなスペースを3日間だけ借りて、もう本当にで自分普段ジョーって呼ばれてるんで、ジョーって名前でちゃんともうあの趣味でやってる陶芸店ですって書いて、でも多分多くのアーティストの悩みで趣味ないっていう人結構いると思うんですよ。で全部制作になっちゃうみたいな、あ、それってなんか貧しいなと思って、完全に切り離せる部分をこう正規を作っとかないと。でももう聞いてる感じだと多分ジョーさんもそれはないですよ。ないよね、絶対ないですよね。まあ趣味と銘打ってますけど、はい、もうだからあ、でも確かにそうかもしれない、うんうんうん、なんか最近ゴルフもやっててね、まあ今回のこのコーナーは何だったんでしょうか。ちょっとこれからもお二方の動向を本当に活躍を楽しみにしていただければと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。東條慎之介さん、ヤンツーさんでした。